一個ご報告ございまして、そうですね、とうとう、ずいぶん前に長尾家、グエルオスガールの大会ビビバハイ出場いたしまして、はいはい、あれ優勝したんですよ。そうですね、はい、でそれの優勝商品はいつ来るんだって、榊様に確認したところ持ってきてくれまして例のあれがあれもう名前が意味わかんないで例のあれが、はい、今日だったら結構もう、うん、装置ちゃんとできてるから、うん、みんなに見せられるんじゃねって思って相談したら行きますってなったんで、今日はちょっとそれのお披露目やらせていただきたいと思います。マジで、はい、見たい見たいもうまず箱からすごいもうなんか手袋の感じが本格的はい、ということでスワロスキーの、はい、クリスタルのおしゃぶりクリスタルのおしゃぶりが1万円ぐらいするしごい1万円ぐらいの1万円のクリスタルのおしゃぶりがですね指輪みてえななんか箱行きやがってバカじゃないよということでちょっと坂木さんはちょっとそれを丁重に開けていってもらってもいいですか。いや今日もう今んとこ狂ってるかもしれないよ狂ってるマジでおお曲が壮大壮大、いやこれ出ますよ皆さん、なんだろう、ちょっとなんか来ますよクリスタルのおしゃぶり、どうだろう、どうだ、おーおーいえっ狂ってるマジで、えすごいすげえマジで、それちょっとクリスタルの感じなんで、ね、その虹色に飾せますか、虹色に飾してもらってもいいですか、うわすげえダイヤの結晶ですよこれがダイヤの輝きみたいになってますよ、やべえマジで頭これおしゃぶりこれおしゃぶりです、ね、確かにちっちゃい子はしゃぶれそう、ちっちゃい子はしゃぶれるけど確かにミニボーイにしゃぶらせるのはちょっと危険やな、危険だ ね飲み込んじゃうかもしれない、飲み込んじゃうかもしれない美しい、いややべえよマジで素晴らしい素晴らしいということで、ね、いいな、いやいいでしょうということで主催のねグエロスガールさんありがとうございました、ありがとうございました、確かにいただきましたので、はい、よろしくお願いいたします。